はい、こんにちは、アキラの現場へようこそ。昼間の更新ですっていうのが、昨日ね、動画2本も投稿して、ティンキリゲットできて、ティンキリの使用感とかお伝えをしたんだけども、その話とは別でやっぱ新ストーリーが追加されて、で一応本編全部終わりました。本編全部終わった、でサブクエも全部終わって、でそこまで全部終わった時点で、いろいろ分かったこと、ここまでで分かったことがありましたんで、そちらの方をちょっと追加でお話ししていこうと思います。それがですね、やっぱまず宝箱だね。宝箱とか瓶とかいろいろありましたね。ちょっとねその辺まとめてます。まず宝箱の一つ目ってか、これ瓶だね。瓶が宝箱3つ、瓶3つありました。一つがくだらコーチのこれでしたね。これはまあ事前のネタバレで言ってました。ここね。んで、これを開けると、技能の書。んで、これが、最初の島だね。ユグドラシルの左側にあるんだけど、これはイベントの瓶で、これがある歌姫からの手紙なんで、ティンキリからの手紙です。で、これを開くと、いつも応援ありがとう。みんなのアイドル、ティンキリです。今回は私のお気に入りのアクセサリーが手に入る場所を教えちゃいます。で、クイズ形式ということで、キラーアント、ルーラ、サハギン。で、変なとこありますね。正しい文字は何だったかなって頑張って考えてくださいねってことなんで、まあこれ、ミューラがリューラになってるんですね。なんで、ミガルになってます。っていうことは、ミガルなんで、ミガル港です。ミガル港に行きますと、小悪魔ガチャを買うことができます。で、これを通常攻撃時確率で闇属性の追撃ダメージを与えてくれるアイテムで、で、さらに、ここね、その下にある、真夏の釣り堀、ここに行くと、釣りができます。イベントの釣りができて、全種コンプリートしますと図鑑コンプということで小悪魔ビキニがもらえますということで、これでまあ一応ですね、イベントの装備をゲットすることができて、あともう一個だから、この上の、ナイトステージビキニか、紫色のやつのは、あれは後半のイベントの累計報酬でもらえるみたいなんで、これ待つしかないみたいです。で、もう一個、瓶がこの上ですね。ベルナリア鍾乳洞の瓶がここで、で、これが、楽譜。で、ここ分かりにくいなと思ったのが、一番左端。ね。この島の、一番最後のね、島の一番左端の方行くと、ここに瓶あります。で、これを開けると、漫画がもらえます。まあ、これ中身、とても面白かったんで、ぜひゲットして読んでください。で、宝箱がまだありまして、こちら、ベルナリア鍾乳洞の左側ね。これはまあ、まだ見やすかったね、これが分かる。宝箱で、でこれが、早期の衣っていうのが手に入ります。で早期の衣は、女性専用で物理攻撃を確率で回避、 MP プラス30、ディフェンスプラス54、マインドプラス132、で属性が、炎属性プラス10で、雷属性がマイナス5になってしまいます。ただステータス以上ですね、麻痺耐性があるので結構これは優秀かなと思います。マインドプラス130にはでかいなと思ったんで、まあやっぱり回復薬とかにつけてあげるのがいいかなと思います。で、あとはサブクエだね。サブクエはなんか変わったのあるかなと思ったら、もう全部あれですよね。ストーリーユニットのソウルがバンバン手に入るものでした。あ、でこれね、宝箱3つ目です。これがすっごい分かりにくかった。よく俺見つけたと思った。自分でノーヒントで見つけたからね、これ正直ね。検索してないで、くだらコーチのこの左上、これ絶対分かんないよねと思った。 UI 消す消さない関係なしに見えないから、ここはここ宝箱最後あって、これが魔人のランプです。これが、大事なものに入りまして、あ、そ、ね、魔人のランプ先に話しましょうか。大事なものに入って、が、いにしの魔人を乱せると伝えられているランプ。伝承では遥か昔にある大魔導士と戦って敗れた魔人が封じられるとされ、所持者はその魔人を自由に呼び出して刺激することができると言われている。だが現在その効果は確認されておらず、ただのくすんだ色のランプに過ぎない。伝承が嘘だったのか、それとも効果発動に何か特別な条件でもあるのだろうかと。ということで、これは多分召喚獣だと思うんですよ。召喚獣アイテムだと思うんやけど、今のところ使い道分かりません。ハードを回れば出てくるかもしんないけれども、多分違うと思う。でも前もそうだったけど、イベントの前半後半で、前半で手に入るこういう大事なものアイテムが、前半の中では使うことできなくて、後半に使うことのある場面ありましたよね。だからそうなってくると思うんで、これはまあ後半の追加を待ちましょう。じゃないと多分出てこないと思う。と、これね、気になったんが、ね、これ、なんだろうね。ね、タップしても何も出てこんかったら、これもだから後半なんかな。で、あとは、ブルースポットね。ブルースポットが、最後まで行きますと1個追加されます。コールフェードまで一旦追加されて、で、タンクも上限が上げれました。で、強化ね、これね、まあ、ブルーソウルタンクはお金でいけるけど、レッドソウルタンクがね、140万ブルーソウルいるってね、鬼かと思った。
で、かつ、レッドスポットもね、レベルアップできるんだけども、このレベルアップもね、必要ソウルが133万ってね。ね、とりあえず1個はマックス上げれたけど、もう1個上げれてない状態。あと2つね、あと2つ上げれてない状態なんで。なのでまあ、そういった意味では、今、ブルーソウルはそっちに使った方がいいよね、と思う。うん。ソウルはね、時間経過で溜まるしかないんで、そういう意味では、優先的に、ブルーソウル、レッドソウルは追加してる方がいいです。まあ、最近余ってる人ことの方が多いと思うけど、いざって時にね、ないと困りますからね。ってなとこかな。今んとこ、僕が把握できたことっていうのは。うん。で、あとは、イベントの方ですね。サマースプラッシュのイベントの方なんだけど、あっちをまあ今やってるけども、まあ、なんせゴールド騒ぎが出てきてくれないんで、まだ写真集はゲットできてません。まあ、また紹介しておこうと思います。で、今出してる動画はね、ちょっといろいろ検証してるんだけど、この後、水着ティンキリ、小悪魔ティンキリの、おすすめスキルセットとか、その辺の解説をしていくの動画を撮ろうと思って今準備してるんだけど、ティンキリのね、謎の要素がすごく多すぎるんですよ。いろいろ。だからね、そこではね、どこまでこう、ちょっと、で、それをまあ検証するためにね、今動画撮ってるんだけど、なかなかわからなくて、ちょっと、うん、インテリジェンスが上がる条件とかね、ディフェンスが上がる条件とか、その辺の話は、多分一旦置いといた上で、多分ね、仮の、おすすめスキルセット案というか、まあ、とりあえず、これだけつけてりゃいいよっていう形の多分なると思うんだけど、その動画は多分今日の晩、公開すると思います。ってな感じで、とりあえずですね、新大陸、新ストーリー追加された新要素のまとめ。わかりにくかったこともあると思うし、それだけね、ちょっとまとめて先に動画出しておきました。ではまた。